ウジェーム・カリエールは、フランスの画家。褐色のモヤがかかったような独特の絵画手法で、知られる。彫刻家のオーギュストロダンとも親しかった。19世紀後半、パリで、印象派が没興し、時代の一大潮流を築いていた一方で、それを乗り越えようとする、芸術運動として、象徴主義が生まれた。外界の現実よりも、観念の世界に目を向ける。 この運動に彼は独自の立場で参加した。カリエールはもともと多彩な芸術家で挿絵や彫刻も手がけた。彼の初期の絵画は色彩が豊かであったが、最終的には母子像や著名人の肖像画をもやがかかったような茶褐色の画面で表現するなど、明暗を強調した神秘的な作品を制作するようになった。 1849年1月16日、ウジェーヌ・カリエールは、フランスのグルメ・シュル・マルヌに、保険業を営む、父レオン・カミーユ・ジョゼフ・カリエールの子として生まれる。カリエールは父に画家になることを反対されていたが、1869年、ついにパリに出て、国立美術学校に入学する。その後、1870年にフランスとプロシアの間に、不屈戦争が起こると、 カリエールは、アルザスの守備隊に入隊するも、ストラスブールの陥落により彼は、プロシアの捕虜となり、ドレスデンに送られる。講和条約の締結後、カリエールは解放され、パリに戻りアレクサンドル・カバネルのもとで絵画の勉強を、再開し、1876年に、ローマ賞を獲得する。1878年に、ソフィア・デライド・デムーソーと結婚してからは、 セーブル時期製作所での皿やカップの装飾や家具の装飾の仕事で生計を立てていた。カリエールは1878年からサロンドパリに出展していたが、1884年にようやく美術批評家ロジェ・マルクスの注目を浴び、翌年のサロンで辞める子供が国家買い上げとなった。その後もサロンへの出展を重ねる一方で、若い画家の育成にも力を入れ、 1898年には、ガジュアカデミー・カリエールを創設する。またカリエールは、パリ万国博覧会のポスターや、ビクトル・ユゴの挿絵を描き、サロン・ドートンヌの創設に関わるなど、精力的に活動している。しかし、1905年に2度目の高頭眼の手術を、受けてからは、ほとんど声も出せず、衰弱も激しくなり、 翌年1906年3月26日に死去した。ロダンとカリエールがいつどこで出会ったかを明確にする記録は残っていないが、共に同時期にセーブル時期製作所で働いていたことから、ここで出会った可能性が高い。また二人は共にフランス芸術家協会から離反した国民美術協会の設立に携わっている。他に、 カリエールは1900年のロダン展のためにそのカタログ拍子に絵を描いているし、ロダンはカリエールのデスマスクをとっている。また、作品の上でも、二人には類似点があるとされる。例えば、荒削りしかしていないロダンの彫刻と背景の不明瞭なカリエールの人物画は共に未完成であるという批判を受けたのである。同様に、分割、結合、反復。 歪曲といった彼らの手法にも類似権が認められる。カリエールは文学にも造形が深かった。彼はエドモンド・ゴンクールの自宅で日曜日ごとに開かれていた文学サークルグルニエに参加し、エミール・ゾラ、アルフォンス・ドーで、ギュスターブ・ジェフ・ロワなどと共にゴンクールの思想に深く傾倒していった。また彼はビクトル・ユボー・生誕100周年の際に ユゴーの遺言執行人から依頼を受けて、デ・ミゼラブルの登場人物であるファンティーヌを描いているし、別の機会にもユゴーの死、眠れるボアズのために挿絵を描いている。2006年春、東京の国立西洋美術館にて、ロダンとカリエールの展覧会が開催された。この展覧会は、オルセイ美術館にも巡回した。日本で企画された展示会が、 オルセイ美術館でも開催されたのは、これが初めてのことである。ありがとうございます。